へ向けて。つい先ほど福山市で行われていた聖火リレーのセレモニーが終了しました。最終ランナーは広島出身の元陸上選手で400メートルハードルの日本記録保持者為末大さんです。一人一人の方にいろんな物語がある中でそれをこの聖火につないでいっているというのにとても感動してましたので、この後詳しくお伝えします。聖火リレーの炎が今日は福山市にやってきました。2日目の聖火リレー福山市で今スタートしました。昨日に引き続き会場内に観客の姿はありませんが、外から様子を伺う人の姿も。普通だったらまあみんなで、ね、大きな拍手とか、ね、送って声援をくれたらいいんでしょうけど、それができないんで、まあ、ちょっと寂しいのはありますよね。家の近くは通る予定だったから、でもね、仕方がないですね。そんな多くの人が注目する聖火は、当初廿日市市や海田町など6つの市や町を巡る予定でした。しかしコロナの感染拡大を受け、最終地点の福山市総合体育館でおよそ60人のランナーがわずかな距離を走って聖火をつなぐことになりました。聖火ランナーの一人、福山大学に通う濱田慎太郎さん。小学生の時から野球に打ち込んできた野球少年。大学でも野球部で活躍していますが、その裏側で病との戦いがありました。もう泣いて、もう野球ができないんだって察して、ショックでしたね、本当に。なんで早く気づいてあげんかったんじゃろうかとか、もう後悔ばっかりで。小学生の時、股関節の骨が壊死してしまうペルテス病と診断され、歩けなくなることも覚悟したといいます。しかし、およそ3年に及ぶ懸命な治療で回復。元気な姿を見てほしいと、母千恵子さんが聖火リレーに応募し、家族が見守る中、ランナーの代役を務め上げました。ああ、緊張した。いい笑顔で走れたね。病院の先生であったり、看護師の方だったり、もちろん 親とか家族の支えがあって病院生活が送れましたし、目の前で笑顔で走って感謝の気持ちを伝えることができたのかなと思います。最終ランナーを務めたのは広島市出身の元陸上選手為末大さん。それぞれの思いが込められた火を聖火皿に点火しました。この聖火リレーは今参加されている聖火の皆さんの主役だと思っていて、皆さんの気持ちがですね、この聖火でつながっていくといいなというふうに思ってます。それぞれの希望や願いが託された聖火リレーの炎、明日は岡山県でセレモニーに臨みます。